ロッテグループしげみつあきよしげは、東京都出身の韓国籍の実業家である。ロッテホールディングス代表取締役社長、韓国ロッテグループ会長、プロ野球球団、千葉ロッテマリーンズオーナー、代表取締役、元大韓スキー協会会長。在日韓国人2世で、韓国名はシン、新、あずまあロッテホールディングス創業者名誉会長。 重光武雄の次男。通称重工ジュニア。両前紳士で朝鮮半島の土着民の名字である。小東幼稚園を経て、青山学院初頭部入学。1977年青山学院大学二部経済学部卒業。1980年コロンビア大学大学院修了。1981年野村証券に入社し、同社ロンドン支店で、 約6年間勤務しながらグローバル感覚を磨いた。1988年ロッテ商事に入社。1991年1月、低迷するロッテオリオンズのテコ入れとして、球団社長代行に就任する。本拠地を川崎球場から千葉マリンスタジアムへ移転させ、球団名をロッテオリオンズから千葉ロッテマリーンズに変更する。同年11月に、 オーナー代行に就任し、1995年に代表取締役に就任した。広岡達郎をゼネラルマネージャーにボビー・バレンタインを監督に招聘するなど、チームの改革に次々と着手し、ロッテを人気チームに押し上げた人物として知られていた。1955年4月に韓国の戸籍、10月に 日本の戸籍にも記載されたため41歳まで日本国籍を維持し、韓国の兵役を免除された。当時、韓国の国籍法は外国籍を取得すれば、韓国籍を自動的に喪失規定していた。秋尾は1996年6月、法務部からの指摘で韓国籍を喪失したが、2ヶ月後に韓国籍を回復した。 それまで事実上の日本と韓国の二重国籍だったが、1996年に正式に日本国籍を放棄し、韓国籍となった。2010年10月19日、パリーグクライマックスシリーズでロッテがソフトバンクを破って優勝した際、ロッテナインだから胴上げされ、胴上げは生まれて初めての体験。びっくりしましたと感想を述べた。2011年2月、 韓国ロッテグループ副会長から会長に昇進した。妻は大制建設の会長を務めた、王子義正の長女である、王子奈美。一男二女がいる。2015年11月28日、長男の結婚式が行われ、日本の安倍晋三首相も出席した。 兄の重光博之と比べると、韓国語が流暢であり、2015年に発生した兄との経営権をめぐるお家騒動についての謝罪会見で韓国語を使って受け答えをした。父の武雄と共に勤務実態のない親族らに、計500億本台の給与を支払うなどをしたとして、横領などの罪に問われ、2017年12月22日にソウル中央地裁より、 懲役1年8ヶ月、執行猶予2年を言い渡された。2018年2月13日、ソウル中央地裁は、僕国政権時代に国政に介入したとされる、再準備に対する増収案容疑について、免税店の運営権を韓国政府から取得するため、再被告の財団に約70億本を拠出し、案に不正な請願をしたと認定することができると、判断。 懲役2年6ヶ月の実刑判決を言い渡したため、前年の判決の執行猶予も取り消しとなり、即日収監された。また刑期は2判決の合計4年2ヶ月となる。2018年2月21日、取締役会で日本のロッテホールディングスの代表権返上を承認された。翌23日、千葉ロッテマリーンズのオーナー代行を退任も、 取締役としてとどまる。2018年10月5日、ソウル公債は、懲役2年6ヶ月に執行猶予4年を言い渡し、即日釈放された。8日には執務室のある、ロッテワールドタワーに出勤し、経営に本格復帰した。2019年2月20日、ロッテホールディングスの取締役会の決議で、再び代表権を取得。代表取締役は、 つくだたか社長との二人体制になる。2019年10月17日、オーポインは、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年とした二審判決を指示し、有罪が確定した。2020年3月18日、ロッテホールディングスの取締役会で会長に、選任され、4月1日に就任。また、3月24日には、千葉ロッテマリーンズの株主総会と、 取締役会において、同級団の代表取締役会長をオーナーに就任することを正式に承認した。これにより、前述のお家騒動に終止符を打つとともに、日韓両国の経営権を掌握することになった。同年4月、広行から会長解任を求める株主提案が提起されたが、同年6月24日の株主総会で否決された。父、 竹尾は2020年1月に死去。遺品が整理される中、意思決定能力に問題のなかった2000年3月に作成した直筆の遺言状が東京の事務所にある金庫から発見され、2020年6月11日に裁判所において法廷相続人の資格がある4人の子供の代理人が立ち会う中で開封された。そこでは、自らの後継者をき尾と定め、 長男の広幸については、ロッテホールディングスや韓国ロッテなどの実務、人事からは排除するよう求めたほか、他の家族についても経営には関与しないことを求めていた。この内容は、同年6月24日に、秋代がロッテグループの日韓両役員に伝え公表された。AB ロッテグループ。 日本ロッテが事実上支配朝鮮日報2015年7月30日、ロッテ創業者次男、大トリに復帰増愛罪で、猶予付き判決。朝日新聞デジタル。https、w w w a s a h i c o art m articles、asm2n5r8ym になるレー27、html2020 年3月17日、閲覧。 http:///huffingtonpost.jp2015-08-03 ロッテジャパニーズコリアン N7929944HTML シゲミツオーナー代行生涯初の胴上げにびっくりからスポーツ日本2010年10月20日ロッテシゲミツ代行初めての胴上げ CS 日刊スポーツ 2010年10月20日閲覧、首相同棲、11月28日から、朝日新聞、2015年11月28日、閲覧韓国ロッテ会長に、執行猶予判決創業者は、懲役4年の実刑イコール措置債連合ニュース、2017年12月22日閲覧、国政介入の際順次被告に、懲役20年ロッテ会長は、実刑イコール韓国地裁。 連合ニュース。http ジャパニーズヤンハッピーニュー s COOKR ヘッドライン2 0 1 8 0 2 1 3 0 2 0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  2 0 0 0 8 0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  前大統領への賄賂認定懲役二年六月、ソウル地裁、日本経済新聞、日本経済新聞社、二千十八年二月十三日閲覧。新、あずまあ代表権返上、ロッテのトップは、日本人に朝鮮日報、二千十八年二月二十二日、閲覧ロッテ、しげみつオーナー代行が退任韓国で、実刑判決から、 共同通信、2018年2月23日閲覧。実刑のない有罪で、財閥 B 期、サムスン副会長の判決と売り二つのロッテ会長に、シン・ハン・ギョレ、2018年10月8日閲覧。ロッテ副会長の重光氏に、再び代表兼代表取締役は二人体制に、サンキビーズ、2019年2月21日勧告。 ロッテ会長の有罪確定前大統領への、増愛罪韓国最高裁、に新判決を指示反御礼、2019年10月17日、閲覧 AB、新、東ず氏、ロッテ HD 会長に専任間日経営権を、掌握。KBS ワールドラジオ、2020年3月26日、閲覧。プロ野球ロッテオーナーに、重光明雄氏就任親会社の経営トップ。 NHK ニュースウェブ日本放送協会24マーチ202020 2020年3月25日閲覧ロッテ HD の重光明つ会長解任実刑広之氏が株主提案2020年4月28日12時6分日本経済新聞 AB 新閣好ロッテ会長の遺言状には後継者は新東明中央日報 https://japanese.jons.com/.jarticle/.2674172020 <ッ>年6月30日閲覧。ロッテグループ後継者は、次男創業者の自筆遺言状を見つかる。連合ニュース。https:jp:vina, co, kr, view. AGP2K200 兆6240億370万8822020年6月30日、閲覧。新、あずまあきらに関するカテゴリー。ありがとうございます。